の地元のボクサーの子に教えてもらったんですよ。はい、だってこれダッシュ、ね、ジョグじゃない、ダッシュ。よし行こう。まあやっぱり階段、やっぱりその間だとやっぱり100段ぐらいじゃないですか。やっぱり今回行ったの300段とかもそうですし、なんか格闘技だけに専念できる一泊二日なんで、それはすごい自分にとって、やっぱ選手にとってメリットだと思いますね。貸し店舗だったんだけど、もうボロすぎて誰も入んなかったんで、じゃあ好きなことやろうかっていうことで、コツコツと5年かけてここまで広げました。あ、このロープにかカバーに関しては買うと 2,30 万するんですよ。でも今までのボロボロだと世界チャンピオンに申し訳なくて、自分でミシンでこうやってガタガタガタ、その手作りで世界チャンピオンが練習してるのがすごいすごい光景だなと思って嬉しいです。まあ、すごいですよね。なんか全然来ないレベルもで、リングもなんかこの広さ、公式と同じ広さらしいので、やっぱ田舎にいて夢を諦めるとかできないことがあるのはすごい嫌で、ね、大きくなって世界に行く足がかりにしてほしいなと思って、だみんな見に来るんですよ、この練習を。すごい目を輝かして見てますよね。まあそうですね、やっぱりなんか、まあ、目標でいたいっていうのありますし、まあ、自分の小さい頃はやっぱり、まあ、憧れてたっていうか選手とか見てたんで、まあ、そういったところは見せたい、行きたいなっていうのはやっぱりありますし、まあ、そのためにも負けられないなっていうのは。でもなんか常に1ヶ月ぐらいはなんか最近早いですね、年取ったんで、常になんかある程度の強度の練習をやりながら、なんか3週間ぐらい来たらもう早めに徐々に落として感じです。もう怪我もできないじゃないですか、怪我して試合流すってもできないんで。格闘技イコール自分の人生ですよね。3分3の9分間結果を残すために1回の死ぬ気っていうか、その言い訳を作りたくないんで、あの時やればよかったなとか、スタメンキーだとして、あの時サーキットちゃんとやればよかったと思ったらもう遅いじゃないですか。そういったこともあるから、やっぱり全部本気でやりますね。25なんて全然いいじゃん。いやいや、マジっすか、年感じますね、バカで。25、結構一つなんか年の節目を感じますよね。言ってない、言ってない、言ってない。今のことやっぱりファッションっていうか、半分ファッションとかもいますし、やっぱりその負けてすぐまた応援よろしくお願いしますとか、そういうのは自分はちょっと違うなって、まあ、ちょっと古い考え方だと思いますけど、どれぐらいかけてるか、そのどれぐらい勝ちたいかっていうか。勝者、クマンドボーイ、フェフェディアカーリー。やはりこの 54kg 世界トーナメント、ダークホースと言われるだけあるという実力を見せました。まあ、噛み合うことは噛み合うと思うんですよ、絶対。あっちは振り回してくるんで、倒してはいますからね、彼で。で、一発ありますかね。この前も右ローとか左ミドルとか。カリブエタイ。からの右ロー。まあ、来てくれた方がいいですけど。来るんだったら向き行ってくれば合わせるだけ、ね。
どっちが倒れるかじゃないですか。モールが倒してますけど、やっぱり盛り上がることは間違いなし。ワールドシリーズってやっぱり自分が一番最初に悔しい思いしたタイトルなので、思い出は本当すごいありますよね。頑張ってください。もうキックマンドイをやっつけてきてください。私はラストって言っても過言ではないですからね。いつまでやるかも全然わかんないです。手がつきもんなんで何とも言えないですから、まあ本当にまあラストチャンスだと思ってやるしかないですよね。ライズワールドシリーズ54キロトーナメント準決勝、シロー VS クマンドーイペッティンディアカデミー。